G14 空母 G14 は大日本帝国海軍が計画した航空母艦である。大砲に次ぐ2クラス目の装甲空母であるとされる。 G14 は第5次海軍軍備充実計画で3隻の建造が構想された航空母艦である。計画策定段階では2隻となり、1隻を新型の中型空母に変更、軍令部の査定で1隻建造とされたという。2隻を中型空母に変更、詳細は現存資料では全くの不明であるが、日本海軍においては大砲以降の正規空母は装甲空母とする方針が決定していたことから、本艦も甲板装甲を施されたことは確実視される。また艦の規模は資料により 4万5000ないし5万トンと伝えられており、当初から空母として計画された中では最大の艦である。